一方、この映画の応援にスペシャルゲストが駆けつけてくださっています。それでは早速ご登場いただきましょう。本作の挿入歌でもある英雄の歌を手掛けられましたジ・アルフィーの高見沢俊彦さんです。とんでもありません。それでは今日は高見沢さんにもこの場で発表していただくことがあるとお伺いしているんですけれども、はい、そうですね、今までウルトラ、シリーズにですね、提供した楽曲、そしてまだ未発表曲もあるんですけど、はい、それをこうコンピレーションで集めた、アルバムが来年の1月に、出ます、はい、その宣伝にも来ました。はい、すごい盛りだくさんの内容なんですね。はい、そうですね、はい、あ、なるほど。そしてさらに DVD もあるとお伺いしています。そうなんですよね、同じ、日にですね、このとうとう、こんなの作っちゃいましたっていう感じです。楽しみですね、はい、それはDVD がそうです、ショートムービーになってるんですけどね、はい、まあ、本格派って感じ。そうなんですよ、ウルトラマンってのはウルトラマンのヒーローなんですよ。そうですね、これ衣装も衣装、これ銀河です。生身の体でやってますから、ね、銀河ですごいね。それがウルトラマン高見ってことですね。そうなんです、ね、ウルトラマン高見一番変身してる人かもしれないある意味ね、まあ、人ですからねでもカラータイマーついてますから。カラータイマーついてます。いや、羨ましいですね。いや、これはすごいすごいですねそして高見沢さん、今日こちらの DVD の内容をちょっとだけ見せてくださるんですよね。お、そうですね、少しまとめたやつがありますので、はい、ちょっとご覧になってください。ありがとうございます。めっちゃ楽しみ。ご注目ください。シャでかい彼の名はウルトラマン高見。僕らの星の平和を守ってくれる巨大ヒーローである。星空に手を伸ばせば歌詞の部屋さえもつかめた。わぁ、すごい。瞳を閉じれば空だって飛べた。少年たちは見えた。おぉ、必殺技好きじゃないですか。素晴らしい。ウルトラマン高見、はい、やりたい。やりたい。まあ、ウルトラマン大好きだったんですけど、まあ、この還暦の年にですね、こんなヒーローになれるなんて、なんか40周年ですけど、アルフィーやっててよかったなとつくづく今思っております。素晴らしいですね、はい、あの必殺技名前はあるんですか。あれはね、高見向こうで、一応ギターになって出てくる。なるほど、最強ですね、あれね。最強なんですよ。すごいね、高見向こうさん。負けてられませんよ、本当に。ごめんね。変身する側もね、ちょっと負けてられないですね。負けてられません。生身のまんま変身するとは。このまんまなの、ね、このまんまですもん。このままレッドキングと戦ってましたもんね。そうそうそう。結構痛いよ。結構痛い。僕らでもないですね、それは。そんなことないです。さあ、ただいまご覧いただきました DVD もございますので、はい、では改めてご紹介させていただきますね。はい、新ウルトラマン熱伝の歴代主題歌を筆頭に、高見沢さんが手掛けた楽曲を収録した、つぶれやプロダクション公認のコンピレーションアルバム、高見沢俊彦プロデュースウルトラヒーローソング熱伝、こちらが CD です。そしてつぶれやプロ制作による本格派ショートムービー、ウルトラマン高見が地球平和のために怪獣と戦うスペシャルショートムービー激闘バトルウルトラマン高見、こちらは DVD です。どちらも来年2015年の1月28日同時リリースとなっております。ぜひ皆さん見逃しなくチェックのほどよろしくお願いいたします。さあ、そんな素敵な指導本もいただきましたが、今年の2月に渋谷公会堂で開催されたウルトラマンロックで高見沢さんご出演なさっていましたよね。そうですね、そうですね、はい、今日ご出演なさっている根岸さんと草川さんは高見沢さんと共演なさってるんですね。はい、そこで共演させていただきました。はい、ということはステージの高見沢さんのパフォーマンスや歌もご覧
を見させていただきました。素晴らしかったです。もう高見沢さん の, あのギターの後ろで歌うというものは本当に緊張しちゃって、もう挨拶から僕裏返っちゃいましたね、その日は。どんどん後ろ行っちゃうんだよ、前行かなきゃいけない。もう申し訳ないので、もとんでもないです。すごい大迫力だったんでしょうね、きっと。はい、またやろうね。またぜひお願いいたします。はい、ちなみにそのステージに立っていらっしゃる時の高見沢さんと今お話なさっている高見沢さんとまた印象も違ったりするんですか？そうですね、やっぱりもう舞台上ではもっと輝いてますから。あのそして今思ったんですけど、はい、高見沢さん本当にいい匂いですね。ありがとう思いました。すぐ思いました。ああいい香りがすると、ね、いい匂いです。それは気をつけております。ちょっと近くで嗅いでみたい。嗅いでみたい。いいでしょ。映像で匂いが伝わればいいんですけどね。そうです。はい、いやでも映像だけでもこうなんていうか伝わってくるものがありますよね。さあどんなお話を伺っておりますが、意外にも杉浦さん、はい、そうなんですよ ね, すね、意外なことに。存じ上げたいや僕めちゃめちゃ知ってますよ。いや僕めちゃめちゃ知ってますよ。はじめまし て, めまして、よろしくお願いします。ご存知ではいらっしゃったんですね、お二人とも。いやそれはもちろんですよ。いやもう ねロックで出たいぐらいですもん。ぜひ今度もう参加したいですよ。よし、スケジュール押さえちゃいますよ。じゃ あ, 僕スケジュール入れときますね。ここで仕事を決めるという、ね、はい、コスモスの歌僕歌ってますから。あそうなんですか、はい、めっちゃ嬉しいです。すごい高いキーで歌ってますけど。そこについていけるかどうかわからないですけど、下でハモりますから。ぜひお待ちください。共演も楽しみにお待ちください。はい、さあそして高見沢俊彦さん、本日は応援に駆けつけていただいたということで、はい、これからクライマックスへと向かってさらに盛り上がるウルトラマン銀河エス、はい、テレビシリーズ、そして3月14日公開の本作への応援メッセージいただけますでしょうか。はい、テレビシリーズはね、新シリーズが始まりまして、ビクトリーと銀河 S が共同でね、なんかやっとなんか打ち解けたみたいだね。そうですね、最近やっとなんか2人でこう頑張れる、その姿がこう今後どうなっていくのか楽しみでありますね。でその後にまた映画が公開されるというので、この新作非常に個人的にも楽しみにしてますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは応援に駆けつけていただきます高見沢俊彦さんとはここでお別れとなります。高見沢俊彦さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ですね、ここにいられるキャスト全員、それからウルトラマン含めて、いろんな形でのたくさんのアクションが、入っている作品になっております。あっという間の上映時間だと思いますので、皆さん、まばたきしないように、楽しみにしていてください。ありがとうございます。続きまして、アリサ隊員役の滝ゆかりさん、お願いいたします。はい、今回の劇場版では、本当クールなアリサが、男勝りの性格っていうアリサがちょっと違った一面が見えますよね。もうそこもぜひ楽しんでいただければいいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、 UPG を率いる神野隊長役の大浦隆一さん、お願いいたします。はい、UPG の隊員が増えるかもしれないと、これは隊長としてすごく嬉しいことです。皆さんの、応援と宣伝をどうかよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、合気隊員役佐藤貴博さん、お願いいたします。はい、まだテレビシリーズは放送中なんですけども、その最終話から少し時間の進んだ話が劇場版となりますので、その辺もちょっと注目して楽しみにしてください。よろしくお願いします。はい、僕は銀河に引き続き出させていただいてて、その研究員、銀河 S になってから研究員になって、すごいカタカナのセリフ、長いセリフが多いので、そこら辺を注目して見ていただければ嬉しいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、咲夜役
私は本当地底人だったので今回UPG になれるなんて思ってなかったのでこの隊員服が着れてすごい幸せでした。劇場版ではアクションもしたりしてるのでぜひそこに注目していただけると嬉しいです。ありがとうございました。はい、テレビシリーズではみすゞと出会ってマナっていう名前をつけてもらったばかりなんですけれども劇場版ではもう UPG になっているんですがそれまでの多分下りがすごく面白いと思うのでいろんな変化が見られると思います。よろしくお願いします。今回私はウルトラマンシリーズ歴史ある作品に参加させていただけて本当に嬉しく思ってます。撮影も素敵なキャストの方々や坂本さんにこう楽しくできるようにこう皆さん温かく撮影にも迎え入れていただいてそして劇場版のこの作品の方も本当に60分なんですけどもうギュッと詰まっているので本当にもう多分何回見ても楽しめる作品だと思うのでぜひぜひ楽しみに3月まで待っていてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして武蔵隊員役杉浦太陽さんお願いいたします。はい、いやー僕の愛するウルトラマンこれね僕やってたのももう13年前なんですけどもその時を超えてね新しい銀河そうですね、ねこうやって共演できるのは本当に嬉しくて、はい、なんかこうウルトラファミリーっていうのはもう世代を超えて僕も初代とかとね、はい、皆さんと共演することもありますしこうやって新世代のみんなと共演することはすごく嬉しいことでこれがねもうウルトラファミリーっていうのはもうずっと続いていくことなんで、はい、なんか自分の人生の中でウルトラマンは誇りです。今回参加できて本当に良かったです。劇場版最高の作品なんでぜひ見てみてください。よろしくお願いします。はい、僕は本当に銀河から、引き続き銀河エースの主演をやらせていただいて、本当に、嬉しいことですこれは、そして今回は、もう本当に僕1996年生まれなのでちょうどコスモスが世代なんですよね。言ってそうだよね、うん、僕5歳だったんでそうだから俺のウルトラマンを見て育ったそうですでウルトラマンになったんです。そうです。要は僕の子供の時のヒーローと今回は共演させていただけたのでそうか本当にこんな光栄なことはないなって思っていて、うん、撮影中も本当に太陽君とねなんて言うでしょうねたわいもない話で盛り上がったりそうみんなすごい絆が深いからねそこをなんかこうなんか素直にこう言いさせてもらって楽しかったですね。もう太陽君が若すぎるんですよ。若すぎるかな若すぎるんですよ。本当にもう僕ら、テレビパートから、ドラマパートから本当に全身全霊で撮影に挑みました。そして、映画の方も僕らは本当に全身全霊でした。無我夢中に、周りが見えなくなったりもしましたが本当に最高の作品になっているかと思います。本当にこの場だから言いますがウルトラマンという作品に携われて、僕は幸せでした。3月14日そして、ドラマパートよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。